口臭で悩んでいるあなた、今すぐできる口臭予防対策お教えします。レッツ大口博士歯科クリニック。歯を失いお悩みの方々、噛める喜びはインプラントに勝るものなし。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。このチャンネルは、皆様にとって有益な歯科に関する情報をお伝えすることを目的に制作しています。番組制作の参考や励みになりますので、チャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をお願いいたします。また、私から一方的にお話をするのではなくて、視聴者の皆さんと双方向でご意見やご質問を配信する動画に反映するようにいたします。つきましては、コメント欄にご遠慮なくご記入くださいね。さて、今回は口臭予防に効果がある方法について解説したいと思います。口臭の原因は虫歯、歯周病がほとんどですが、副鼻腔炎や呼吸器の病気で起きる病的な口臭のほか、朝起きた時の生理的な口臭や食べ物による食品由来の口臭がありますね。その他、唾液が少ない、出ないなどの病気で起こる口臭や、極度に緊張すると口が乾くのと同じように慢性的なストレスによる口腔乾燥症なども口臭の原因となるんですね。それぞれに対応の仕方が違いますが、それらについて今回はお話しさせていただきます。そして後半部分で動画を見ながらできる口臭予防対策をご紹介させていただきますので、最後までご視聴くださいね。まずは虫歯が原因の口臭には、虫歯に詰まった食べかすの腐敗臭や神経にまで及ぶ大きな虫歯の場合には、歯の神経の腐敗臭、歯の根っこに溜まった膿の臭いなんです。食べかすが歯ブラシで取り除けるくらいであれば取り除けば強烈な口臭ということはないんですが、神経にまで及ぶ虫歯や歯の根っこに膿が溜まるような状態であれば、強烈な口臭と激痛が伴うので、すぐに歯科治療を受けてくださいね。歯周病の口臭は歯垢の中で増殖した歯周病の原因細菌が揮発性硫黄化合物のガスを放出することで起こるんです。揮発性硫黄化合物にはメチルメルカプタン、それから硫化水素、それからジベルサルファイドなどがあるんです。それらが複雑に混ざると歯周病独特の不快な臭いを発します。虫歯に比べて歯周病は治りにくいので、歯科医院で治療を受けることは当然ですが、定期的な歯科医院でのクリーニング、歯磨きなどのセルフメンテナンスを続けることが重要になります。虫歯も歯周病も歯に原因がある口臭ですので、この後にお伝えする今すぐできる口臭予防対策でも若干の効果はありますが、虫歯や歯周病を治す方法ではありませんので、根本的な歯科治療は必ず受けてくださいね。次に病的な口臭ですが、副鼻腔炎や胃腸の具合が悪いと発生しますが、これらの治療を受けて口臭の発生原因が完治すれば、それは収まります。
朝起きた時の静的口臭は水を飲んだり歯を磨けば収まりますし、食べ物による口臭、例えばニンニクやお酒を飲んだ時なんですが、消化の際に血液に染み出た匂い成分が息となって肺から外に排出されるだけなので、時間が経てばなくなりますよ。それでは今すぐできる口臭予防について解説させていただきますね。今までご紹介した口臭原因のうち、病的な口臭と食べ物による口臭には効果はほとんどありません。それは口臭の原因が口の中にないからです。何のことと思われたからもしれませんが、口の中が原因であれば、これからご紹介する方法は大変有益な方法ですよ。虫歯も歯周病も朝の静的な口臭も口の中の細菌が放つガスが原因だからです。その細菌を自分自身の唾液で洗い流せば口臭を予防することができるんですよ。その方法は簡単です。舌をこんな感じでぐるぐる口の中で回すだけです。難しく考えずに、唾液がたっぷりと出ればいいんです。唾液には殺菌作用、洗浄作用もあり、天然のマウスウォッシュとお考えくださいね。またおやつなどの間臭の習慣がある方は、スルメや乾燥昆布、ナッツなどをよく噛んで食べることをお勧めしますね。噛めば噛むほど美味しくて、唾液もたっぷり出ますので、口臭予防には最適です。今回の話はここまでです。次回も歯科に関する有益な情報をお届けいたします。チャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をお願いいたします。また動画制作の励みになりますので、コメント内の記入もお願いいたします。それでは次回も木曜午前9時にお会いしましょう。そして皆さんに安心してインプラント治療を受けていただくことと、高度な技術を有したインプラント医を育成することを目的とした OIA 大口インプラントアソシエイツを運営しております。インプラント治療をお考えの方は、 OIA のホームページからお近くの歯科医院をお探しください。順次一般の皆様に会員の開示やご案内もどんどん増やしていきたいと考えています。OIA に所属している歯科医師は、 APEX メディカが主催する私の講演や会長を務める国際心理学会学術大会において参加していただいております。技術を習得された方なんです。また名古屋駅前にあるインプラント難症例センターではマンツーマン指導も行っています。皆さんが安心できる優秀な歯科医を厳選して組織運営をしていくつもりです。 OIA は営利目的の企業が運営するものではなくて、大口博歯科クリニックの運営母体である医療法人が責任を持って運営しています。医療法人は公益性が求められているために、営利至上主義ではありませんので、ご安心してお任せください。概要欄からジャンプしていただくか、動画の最後に表示される OIA マークをクリックしてご確認くださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。